厚木健康2月22日隊は、日本の政治家、元衆議院議員、立憲民主党北海道第2区総支部長、学校法人純真学園理事長、元農林水産大臣政務官。過去には、新党第一、新民主代表代行兼幹事長、維新の党幹事長代行、民進党幹事長代理などを歴任した。名前の健康の読み方は、本名は、しずひろだが、政治活動時は音読みで、健康とすることが多い。報道などは、漢字で、松木健康と表記するが、自身のウェブサイトや、国会の名札は、松木健康と一部ひらがな表記を用いる。北海道札幌市出身で、札幌市立幌北小学校、札幌市立新琴似中学校、札幌光星高等学校を経て、青山学院大学経営学部卒。1978年に大学入学と同時に藤波孝雄第2子の秘書となり、1994年に国会議員政策担当秘書資格を取得する。1996年に北海道内で建設業開始を発行する北海道通信社の取締役副社長に就任する。父の松木義信が長年の間北海道札幌市北区支部長を務めるなど元来は自由民主党の党員だが、北海道2区における自民党の公認争いで吉川貴盛に敗れ、同選挙区から1996年衆院選で自由連合公認、2000年衆院選は無所属で出馬するも連続落選する。2001年に自由党に入党し北海道第2総支部会長。2002年に自由党北海道総支部連合会副会長に就任する。2003年に民吉合併により民主党に参加し、選挙区調整により網走市長と宗谷市長を区域とする北海道12区に国替えする。2003年の衆院選、2005年の衆院選はいずれも北海道12区で武部勉に敗れたが、比例復活で当選する。2009年の衆院選で初めて武部を破り小選挙区で初当選したが、武部も比例復活した。北海道12区で中選挙区時代に武部のライバルだった鈴木宗男率いる新党第一や鈴木の秘書経験者で青山学院大学の同級生でもある釧路市長の海老名博也や河村隆が率いる減税日本。大村秀明が率いる日本一愛知の会から支援を受けている。2010年11月8日、北海道農政事務所にて2011年1月14日、あぜ道キャラバン、農業者個別所得保障制度を中心とした意見、交換会にて2010年9月に発足した菅改造内閣で農林水産大臣政務官に就任したが、菅政権の政策方針に対する不満を理由として、翌2011年2月23日に内閣総理大臣補佐官の細野豪志へ農林水産大臣政務官職の辞職願を提出し24日に受理された。松木の辞任はいわゆる菅おろしの行使の一つとなり、同年6月2日の菅内閣不信任決議案の採決に際して賛成票を投じ、同日中に民主党を除籍された。2011年8月30日の衆議院本会議における内閣総理大臣指名選挙で民主党代表の野田佳彦が指名を受けたが、松木はその1日前の民主党代表選挙にて小沢が推していた海江田万里に票を投じ、海江田は1票を得ている。2011年12月28日、新党の設立を届け出た。2012年1月6日、新党第一、新民主代表代行兼幹事長に就任。2012年、第46回衆議院議員総選挙では、新党第一から出馬するも、小選挙区で敗北、比例復活もならず落選。2013年、第23回参議院議員通常選挙でも、新党第一から比例代表として出馬したが、落選。その後、選挙の責任を取って、幹事長を辞任。その後新党第一も離党し無所属となった。2014年の第47回衆議院議員総選挙に際して、同区を地盤とする民主党の支部長、三井弁優が松木を後継指名し不出馬を表明するなどし、第42回以来の北海道2区での立候補を模索していたが、11月21日に維新の党が公認すると発表した。投開票の結果、自民党の吉川貴盛に敗れたが、比例復活で当選。現在でも小沢との良好な関係は続いており、2015年、2016年の元日に小沢の指定で開催された新年会にも出席している。2016年3月に民主党と維新の党が合併し結成された民進党に参加する。2017年9月1日に行われた民進党代表選挙では前原誠二を支持し、前原当選後に幹事長代理に任命された。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙では希望の党から出馬し、落選する。その後、希望の党が分党した際は、国民民主党に参加した。2020年9月、旧立憲民主党と国民民主党の一部が合流して結成された新立憲民主党から次期衆院選の公認内定を受けた。2011年1月14日、土壇場での手打ちという展開に直面し、松木は報道陣のカメラの前で、何なんだよ、みんな。意味がわからない。みんな、おかしいよ、みんな。自民党もおかしいよ、民主党も、全部おかしいよ。何なんだよ、これ。俺は真面目にやってんだよと感情をあらわにしたが、当日の晩に出演したテレビ番組で先に取り乱した件を陳謝し、発言を事実上撤回している。不信任案採決の場では、松木が同僚議員によって本会議場入りを阻止されたり、議席を囲まれて同僚議員の説得を受け目に涙を浮かべたりする光景は、テレビのニュース番組で盛んに放映された。結局、松木以外のグループの所属議員は採決で反対票を投じたか、棄権したが、グループの中で一貫して不信任案賛成を主張し、グループの主導的な立場だった松木は賛成票を投じた。松木の他に賛成票を投じた与党系議員はすでに離党届を提出していた横、久米勝人と政党支部質問題で1年前に離党して無所属になっていた中島正純の2人だけであった。グループ内の投票行動が一致しなかったことについて、小沢さんは、小沢さん、僕は、僕。信任できないから賛成した。俺が言いたいことはそれだけだと述べた。同日、松木に対して民主党執行部から除籍処分が下された。2010年11月8日、個別所得保障モデル対策交付金支払い開始式にて2010年11月8日、個別所得保障モデル対策交付金支払い開始式にて、ありがとうございます。